はいどうも、エテポンゲーです。またしてもね、まあさっきと同じルームマスターのステさん、の一人、ステさんという人にね、もう一度お誘い受けたので、時埋まるのをしばしお待ちくださいませ。はい、了解しました。もう一戦やらさせていただこうと思います。友達作ろう。もうすでにね、このルームマスターのステさんとかね、8番さん乗ってくんないと滑ったみたいになるじゃん。2番さんよろしくお願いします。なんか言いましたか？じゃあ天候確認したいんで、8番さんから順番に7番さんに振ってってもらっていいですか？はい、了解しました。8番アムロカゼミよろしくお願いします。7番さんどうぞ。7番です。よろしくお願いします。6番、はい、すげえ顔。6番です。8番さん、アムロレイにちょっと声似てますね。面白いです。5番さんどうぞ。エイカです。よろしくお願いします。アムロイジンすな。です。3番さんお願いします。ユウくんです。僕もサカナクション好きです。お願いします。2番さんお願いします。アナクションは好きです。あと7番と5番の子がすごいカーボだったんで、もう本当に惚れそうです。はい、よろしくお願いします。1番さんどうぞ。何言ってんのこいつ。ネカマ。おはようございます。何言ってんの？ドエスナガンマンです。寝起きです。頭回ってません。2番が何言ってるかが全く分からん。このアプリ、あれですね、ちょっと今ルール説明するんですけど、こういう集会集まった状態でトランシーバーみたいに喋ると思うんですけど、一人が喋ってる時にマイクオンにしちゃうとハウって他の人聞こえなくなるんで、なるべく一人喋ってる時は空気読むゲーだと思うんで、この辺よろしくお願いします。じゃあルール説明の方するんですけど、でね、この右下に映ってるのは、これ今リアルタイムだからね、ちょっと恥ずかしいんだけど、10時に今人狼殺やってます。まもなくゲームスタートです。あ、村人か。まあ村人でね、下積んでいくっていうのは大事。うん、大事。これは夜が来ました。目を閉じてください。殺さないで。あ、そうだ、初日神はないからね。まあ前回動画でも言った通りね、このゲームはもう初日から噛んでいけるゲームなんでね、まあそれはなしと。人が減って面白くないってで、だから最初できるのは占いが、ランダムにね、誰か占うっていうことぐらいですね。カリュードもね、人狼が動かない神なしなんで動く必要はありません。でプラスカリュードはね、同じ人を二度守ることができないっていうのがあるんでね、だから動いてもメリットがないと、デメリットしかありませんということです。人狼殺マジかつ。今回はが来ました昨夜は誰も死にませんでした。はい、よかった。4番のプレイヤーは発言してください。発言してください。はい、おはようございます。僕は市民陣営で使用はございません。まあ1巡目なので喋ることもないので、うん、2巡目になって考察していければなと思います。以上です。これメモとか用意した方がよくない？のプレイヤーは発言してください。はい、おはようございます。私も市民陣営で特に使用するものはないです。なので占い師の方が出てきてからいろいろ考察したいなと思います。オッケー、メモ持ってた。6番のプレイヤーは発言してください。発言してください。はい、おはようございます。僕も、市民陣営です。ちょっとあの虫がちょっと飛んでて、ちょっとわちゃわちゃしてたんで、9番さんのステさんの説明、ちょっと後半の部分聞けてない部分があったんですけど、まあなんとか追いついていきますんで、よろしくお願いします。以上です。7番のプレイヤーは発言してください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。私は占い師でした。3番さんを占って白と出ました。7占いで占った理由は白、カナクションが好きって言ってたので仲間だといいなって思って占いました。
対抗が出ないといいなと思います。以上です。8番のプレイヤーはのプレイヤーは発言してください。いや、これ8番さ、今絶対ミスって飛ばしたでしょ。いや、まあでもなんだろうな。多分対抗とかじゃないんだろうな。もし8番さ、今ミスっちゃったんだったら対抗あるとしたら打ってもいいよ。この場合だけはチャット言い出すわ、今の。うん。あ、まあ2周目で行ってもいいけど、まあみんなフラットで見てあげて、それを2周目で見たら行ったら。そうっすね、ここまで、4番、5番さん特に CO なくて2周目考察しますっていうことで、4番さん、5番さんの2周目の考察に期待したいのと、6番さん虫が飛んでてわちゃわちゃルール確認がわからないっていうとこあったんで、まあルールわかんないとこあれば言っていただければ。まあまあ、しゃあない、うん、これはしゃあない。いつでも答えるんで。っていうのと、8番ミス、あと7番さん占い、3番さん白、理由サカナクション、まあ明確でしょうね。なんかそんなにミスって占ったっていう、てかミスってか適当に占ったっていう理由でもよかったけど、明確に3番さんの占い理由を述べてるあたりが真に見えるのかなっていうふうには見えますね。で8番さんはまあ2周目考察を落としていただいてから僕は聞いてみたいなと思いますね。9番言葉数多いな。2周目また話していただければいいかな。言葉数多いな。1番のプレイヤーは発言してください。発言してください。一番。はい、おはようございます。占い使用します。占い、結果ですが、9番さん占って、白でした。9番さん占った理由は、まあ、隣っていうのもあるんですけど、まあ、ルームマスターさんで成績も、まあ、異常なほど良かったので、味方だよと、心強いなと思って占いました。まあ、7番さんが対抗で出てて、3番さんに白出ししてるので、うん、まあ今日は、まあ、皆さんの2周目の考察も聞いてになると思うんですが、グレーの流れになるのかなと思います。まあ、2周目、もうちょっと伸ばします。あ、これ強いな。2番さんどうぞ。2番のプレイヤーは発言してください。発言してください。やっぱり村側で、まあ、とりあえず、占い師が2人出たところで、7番さんが3番さんを白出し、1番さんが9番さんを白出しで、3番さんがもし占い、カミングアウトがなければグレランかなと。うん。まあ、とりあえず、グレネードランチャー？みんなの話もう一回聞いてみて、見ようかなと。あと、8番さんが役職、どうなのかな？市民っていうか村側なのかな。まあそこが気になるので次行ってもらえば。狼があったら狼って言うんか俺が。3番のプレイヤーは発言してください。発言してください。おはようございます。僕は村人陣営です。今占いに7番さんと1番さんが出てると思うんですけど、一応今んとこフラットに見てます。2番怪しい。そうですね、4番さんと5番さんはまあ、2周目で発言伸ばすって言っていたんで、そこを注目してグレラの対象とかも決めていきたいと思います。以上です。4番のプレイヤーは発言してください。発言してください。はい、2周目が回ってきたということで、占い師2人で白崎が2人ということで、まあ、8番さんが占い使用しなければ普通にグレランでいいと思います。で、グレーがグレラって何、自分5,6,8ですよね。8番さんの発言がなかったので、ちょっと 8番さんはあの2周目で保留で見たいと思います。今怪しんでるのはそうですね、6番さんですかね。ちょっと6番さん、虫の話とかしてたんで発言稼ぎなのかなって思ったりもしました。8番さんの判断材料に関しては2巡目が全てなので、そこ重点的に見てます。今死んでるのは6番さんですね。5番さんは比較的自分に自信があるというか、ハキハキ喋ってたので、ちょっと狼なら手強いなと思ってます。ちょっと待って、ちょっと2週分の言葉を選ばなきゃいけなくなった。のプレイヤーは発言してください。はい、占い対抗を把握しました。で、7番さんと1番さんの占い理由2人ともかなり納得できる内容だったので、なんでサカナクションが納得いくんだ。見ています。で、バカかになると思うのですが、私実はハンターなので、丁寧丁寧丁寧か、今のところちょっとハンターでどこ打つっていうのも決められないので、よかったら私以外にしてほしいなという。食われんぞそんなん言ったら。なのでちょっとご飯か、あと8番さんがあまりしゃべって出てなかったので、8番さんの意見も聞いてちょっと私は決めていきたいなって思います。以上です。6番のプレイヤーは発言してください。発言してください。
はい、おはようございます。占いさん、7番さんと1番さん把握しました。で、それぞれの白の、白だしの先も分かりました。いきなりなんか、虫の話をしたっていうだけで、ちょっと4番さんに叩かれてしまったんですけれども、僕としては、この段階で、なかなか、そう、ピンポイントで殴ることできないなというふうに思うので、僕は逆に4番さん、こう、村目というか、市民目で見ています。で、8番さん、多分、ボタンの押し間違いだと思うので、8番さんの意見聞いて、また今日の投票先決めていきたいと思います。以上です。7番のプレイヤーは発言してください。6番さんの1回目の虫のやつで若干息切れしてたのように聞こえたので、虫の話は信じようと思ってます。で、2回目の6番さんは聖母みたいな、聖母みたいな女の子だな。多分本当に虫が来てたんだと思います。8番さんから話される情報で占い先を決めようと思います。8番さんと4番さんと5番さんを占いのゾーンにしたいと思ってます。以上です。8番、はい、はい、よろしくお願いします。ちょっともう120秒分ちょっと話そうと思いますんで、60秒で、まず3番さんのところにマークつけてたら終了ボタン押してしまいました。3番さんのところのあれがボタンが終了ボタンになっていたので、それで押してしまい1周目を飛ばしてしまいました。申し訳ございませんでした。で、7番さんが3番さんに白出し、1番さんが9番さんに白出し、まあどっちもありえる線と思いますんで、まあどっちもフラットに見てるんですが、まあ、僕もサカナクション結構好きということで、ちょっと7番さんが 60% って感じですかね。あと6番さんの虫の件はちょっとよく分かりません。はい、すいません。あとは2番さんがちょっと僕に対しての発言、村なのかどうか、分からない。人狼側だったら僕人狼って言うんですかね。言いませんよね。よろしくお願いします。そこのところちょっと怪しいなと思いました。以上です。9番のプレイヤーは発言してください。8番さん名演説でした。詰め込んだったぞ。はめたと思います。そうっすね、僕が気になったのは7番さん、まあ1番さんが僕を白置きしてるので、まあ多分狂人でも白って言うと思うんですよ、占い先は。で、僕のこと白出ししてるから1番さん味方につけてっていう感じで、ちょっと強い戦歴見てたからっていうところもあって、信じてもらおうかなっていうのも正直あるけど、まあフラットだよ。占いはフラットで見てるけど、7番さんが1番さんに対して何も言わない。対抗で出てきた1番さんに何も言及してなかったのね。そこがすごい気になった。ああ、なるほどね。あえて触れなかったのか、別に私目線は1番さん狂人として見てるし、人狼側として見てるからって言って触れてないのか。いや、普通触れるよね、そこ。ちょっと延長していいですか、すいません。喋りたがり屋なんで。どうぞ。はい。7番さんが言及しない。のか分かんない。だから両方とも怪しい要素が1番7番さん俺の中に出てきたから、結局フラットマイナスでフラットに両方になったみたいな感じかな、うん。でまあだから17はとりあえず17と93は外していただいてグレランになるんだけど、5番さんハンター仕様はあれ良かったと思うわ。対抗出てきたら対抗のとこぶっ放せばいいし、で今日もし噛まれちゃったり、今日釣られることはないと思うんだけど、明日噛まれちゃったらまだ打たないでほしいかなっていうのが村の意見、俺の意見っていうか村の意見。あとみんな僕結構喋ってるけど、僕の意見に乗らなくていいからね、自分の意見でちゃんとやってほしいなっていうのがあって。いやーもう怪しい、それがもう怪しい。落ちちゃう。逆に人狼1枚消せるリスクも、メリットもあるけど、村が1枚落ちちゃうリスクがあるから、5番さんは暴発はしないでほしいなっていうのが意見ですね。食われちゃうじゃん、けどそれ。まあ、それは自由、任せますけどね。怪しい人がいたら打っていただいてもいいんですけど、1番さんへ。まあ、1番。のプレイヤーは発言してください。発言してください。はい、2周目回ってきて5番さんのハンター仕様、まあ僕もこれは良かったと思います。で、今までここまで回ってきて、ハンターの対抗出てないので、まあこのままないなら新目で見ていいのかなと、思ってます。まあ7番さんが、今日の占い先っていうのを2、4、5、8って言ったのかな、って言ったんですけど、まあ、5番さん、占い先に入れるのかなっていうちょっと疑問が、出てきてました。あと、その虫の話、6番さんの虫の話は、まあ、僕も本当だったのかなと息切れの話からちょっと思ってます。4番さんもピンポイントで6番さんをちょっと
噛みついた感じはあったんですけど、いやまあ9番は白でいいでしょう。うん、まあ裏目なのかな。で6番さんそれに対して4番さんにも発言してたんですけど、けど1が本当に占いかどうか、まあ、今日は占い先言いません、グレーでいきます。2番のプレイヤーは発言してください。発言してください。裏側って言ったんですけど、占いがあるかなと思ってごめんなさい。それは俺の言葉が足りなかっただけです。で6番さんの虫はそれは本当だと思っています。で正直今怪しいと思ってるのが3番さんかなと。 3? なんか理由としてはなんか一番なんかこの中で白出し屋でなんか なんて言うんだろうな、発言の、やばい、ごめんなさい、言葉が出てこないです。まあとりあえず俺は3番がちょっと怪しいかなって思っちゃっています。はい、3番のプレイヤーは発言してください。発言してください。おはようございます。7番さんに僕白出しもらったんですけど、1番さんが言っていたように、うん、5番さんハンターカミングアウトした人を占い先に入れていたのはちょっと疑問に僕は感じました。まあ確かにそれは、ね、で最後2番さんが片白の僕に対して、まあ、殴りを入れてきたんですけど、この場面で片白に殴りを入れるっていうのが正直僕には分からなくて、うん、今2番さんも一応グレーだと思うんですけど、だよね、俺2番、そうですね、なんで僕を殴ってきたのかなってっていうのは単純に言葉出てこなかったし。でそうですね、あと思うことは8番さんの声がすごい好きだったので8番さんは生かしたいと思いましたね。はい、そう言われると逆に怪しい。投票先は別に言わず投票します。投票を始めてください。ちょっとこれきついな。2番かな。ああやだ。2番のプレイヤーが選ばれました。ちょっと待って、ちょっと待って、見るよ見るよ、これはしっかり見るよ。7が1。2番のプレイヤーは発言してください。発言してください。いやもう今すっげえやらかしたと思った、ね、思ったんですけど、ごめんなさい、4番です。3じゃなくて4です。まずこれやらかしたの、やらかしたなと。はい、4が6、まあ、特に言うことないんで、まあ、頑張ってくださいと。はい。あと、しっかり占い先の、ん?占い先ね。誰に投票したか見て考えてもらえれば、と思います。はい。頑張ってください。夜が来ました。目を閉じてください。わからん、もうわからん。決め手がない。その本当の占い師偽物けど、狂人の人って人狼がわかんのかな。これってちなみにわからんのかな。そういうとこどうなってんだろう。ちょっとけどそこら辺聞いたら初心者っぽくなるから何も聞かないけどね。朝が来ました。殺さないで。昨夜死んだのは1番。うわーってことはもう7確定か、身内切りか。3番のプレイヤーいや身内切りやこれ絶対。発言してください。おはようございます。昨日投票先を見てグレランが暗転の場面だったと思うんですけど、7番さんが1番さんに入れていたっていう部分にちょっと疑問を感じました。で今日今実際1番さんが噛まれて、おそらく7番さんか1番さん絶対にどっちかに黒陣営いると思うので、ここは7番さんを釣る、まあ、占いローラが暗転なのかなと思いました。そうやな、正解。あとは5番さんが今のところハンターカミングアウトしてて、その前に4番さんまだ何も言えてないんで、4番さんがハンターカミングアウトなければ5番さんのハンターは確定できると思うんで、そこら辺よろしくお願いいたします。
4番のプレイヤーは発言してください。発言してください。はい、おはようございます。ちょっとまた最初の方なんですけど、今日は、率直に言うと7番さん釣り希望です。今日7人なので、そうですよね。グレイって白を釣っちゃった場合、残り5人で、最悪 PP がありえるので、はい、7番さん釣り希望です。それですね、ね昨日は、2番さんと6番さんで投票先は迷ったんですが、そうですね。なんか6番さんかばう声が多かったんで、6番さんに入れました。はい。それで2番さんは、2番はマジわけわからん。ということで、3番さんではなかったということで、すみませんでした。そうですね。まあ、あと7番さんの占い結果を聞いて、明日以降考察していきたいです。今日は7番さん釣り希望です。以上です。5番のプレイヤーは発言してください。いきます。私も、7番さんを今日は釣りたいなと思っています。理由は昨日の理由、占い先に私も入れていたというところと、あと今日1番さんが噛まれてしまったので、もう1番さん死んかなっていう気持ちです。なので、ステさんはかなり市民側でもう確定していいかなって私の中では思っています。で、3番さんも7番さんに白出しされた方なんですけど、でも結構ムラめな発言していらっしゃるので、まあ、強靭に白出しされた市民側なのかなって思ってます。だから黒出しを自分が受けるとかだったら分かりやすいよね。7番さんに入れたいです。6番のプレイヤーは発言してください。発言してください。はい、おはようございます。7番さん釣りということで安定だと思うんですけれども、ね、今日の占い師の神が、囲いなのかベグなのか、どっちかということなんですけども、まあ、仮に、まあ、囲いで3番さん囲ってて7番さん強靭とかっていうのだとちょっと分かりやすいと思うんですよね。あとそんな簡単な神はしないのかな、でもどうなのかなっていう感じでちょっと分かってないですけれども、まあ僕は、まあ、個人的にはベグだというふうに思っています。となると、まあ、4番さんと8番さんなのかなというふうに思っています。まあ囲いだったらまあ3番さん、まあ、あえての9番さん、ちょっと分かんないですけど、まあ、今日は7番さん釣りでいいと思います。占いで俺を占ってくれ、頼む。プレイヤーは発言してください。今日は7、私で大丈夫です。8番さんを占いましたと白でした。と理由はそうですね、他の人よりも1回話す回数が少なかったので、情報を引き出したいというか、まあ、若干人よりも怪しい部分があるかなと思って占いました。5番を範囲に入れたのは、8番さんが一回も発言していなくて、ちょっと、何か約束あるのか分かんない部分があったから、一応入れました。でも、占うつもりはありませんでした。もう大丈夫です。8番さんどうぞ。8番のプレイヤーは、はい。よろしくお願いします。ですね。まあ、今の占いを受けて、僕の目線では七白が確定になったかなってのはあります。僕の目線から、まあいろいろ、まあけど占いローラー安定なのは間違いないんで、まあけどね、まあ、七白確定って言っても本当に 100% っていうわけではないんで、身打ち切ってたりもする可能性もあるでしょうし、9番さんルームマスターの9番さんがね、多分相当なクセモノだと思うんですよ。先ほどの試合もステさんの、知り合いの方にね、ボコボコにやられたってのもあるんで、ちょっともうこれ以上変なことは言えないですね。ちょっと分かりにくいの、占いローラー安定だと思います。9番のプレイヤーは発言してください。8番さん、なんで7を白に見てんの、占いローラー安定なの。まあ、その意見が PP 防止で、さっき4番さんだっけ ?4 番さんか。4番さんが言った PP 防止だったら7番さん釣りでいいよっていうのは意見わかる。し、僕も今日7番さん入れる気ではいるけど。で、6番さんおっしゃってた通り3番さん初日で囲ってたとしたら、やばいよね。と、俺もそれは思ってた。
うん、だって今日1番さん噛まれてるってことは、明らかに7番さんが狂人って分かってる人が1番さんの新占い紙に来たみたいな感じに見えるじゃん。だとしたら7番さんが狂人って確定的に分かる人って3番しかいないんだよね。9だろ。うん、これは分かんないね、難しいね。まあいずれにせよハンターは撃たなきゃダメだと思う、噛まれたら。これはもう委ねる感じになっちゃうけど。PP 防止で7行く。二郎いたらだって終わりだよ。いや、俺は3行く。投票を始めてください。ありえん。オラじゃないべ。これは9だ。もう揺るがん、俺は。絶対に。7番のプレイヤーが選ばれました。3456 3456。7番のプレイヤーは発言してください。9は3、はい、まあ初日で占いが対抗の占いが噛まれてしまったので、まあ安定だとは思います。個人的には今日は9番さん占いたかったなと思います。すごい村目発言だけど、人をリードさせる力があるから、もしそういう人が黒ならちょっと怖いです。いや絶対9見えた。9-1が強靭で頑張ってください。9で夜が来ました。目を閉じてください。5が偽、ハンター、もしかしたら、いや、ハンター出てる前に、あれだったかな、4、わかんなくなってきつい、わからん。初日だけならなんか自信持って発言できんの。朝が来ました。昨夜死んだのは嘘。9番3番のプレイヤーは発言してください。おはようございます。ここで9番さん構えたのが正直意外でした。っていうのも昨日最後僕に入れるって言っていたと思うんですけど、どうしてもあそこは PP 防止が安定の場面だったと思うんですよ。っていうのも2番さんが狩りじゃない限り狩りって生き残ってると思うんですね。でここで PP 防止をすればもしかしたら狩りが守ってくれて縄が一つ増える可能性もあったと思うんですよ。だからここは PP 防止が安定かなっていう場面で母校をしたってとこで、キューバさん黒で見てたんですけど、噛まれたんで違いましたね。そうですね。そうなると5番さんがハンター確定以外、正直まだみんな、まあ一応僕7番さんから白もらってると思うんですけど、正直1、7どっちが真かわからない状況で、僕白主張は難しいと思うので、結構難しい場面になっちゃったかなと思います。4番。のプレイヤーは発言してください。発言してください。はい、おはようございます。9番さんが噛まれたっていうのは、まあ、ちょっと意外ですね。個人的に7番さんの白先である3番さんと8番さんが、どっちも残ってるのは、さすがに怪しいんじゃないかなって思ってますよ。確定紙、3番さんが黒で確定紙したかっていうのはわからないです。それで、個人的に気になってるのは、8番さんが、昨日9番さんに入れた理由を聞きたいです。僕は9番さんが3番さんに入れるっていうのは、賛同しかねるのは当然なんですけど、個人的に8番さんが7番さんにも入れなかったっていうのはちょっと気になってますね。まあ、あとはまあ、初日から6番さんは怪しんでるので、6番さんは微妙な位置です。もう3か8に多く見ると思います。
はい、二郎だったら困るかなって感じですね。失礼します。5番のプレイヤーは発言してください。はい、私はこの紙を見て逆に4番さんと6番さんに狼がいるっていう確率が上がったなと思います。で、4番さんは発言を聞いてる通りやっぱり3番さんと8番さんを黒くしたいのかなって、特に3番さんを黒塗りしているような気がします。で、9番さんは昨日3番さんに入れていましたよね。それでやっぱりそこでも3番さん黒くなっているので3番さん噛むことはないだろうなと思っていました。なので私目線3番さんはかなり市民なんですよ、逆に。なので私は4番さんに入れたいなと思っています。8番さんはちょっとキャラのこともあって結構市民側で見てるんですけど、ちょっと発言聞いて考えていきたいなって思います。今日は4番さんに入れたいです。6番のプレイヤーは発言してください。発言してください。はい、おはようございます。これ、まあ、3番さんが狼だったら、まあ、簡単すぎるというか、もうそのまんますぎるというふうに僕もちょっと思うんですけれども、なんか3番さん黒塗りされているような、感じもするんですね。となったら、まあ、5番さんがハンターなんで、まあ、2浪残ってたら、まあ、僕目線4番と8番さん。が、まあ、簡単に、あえてもあるのかな。3番、4番、8番。ねえ、なんかまだ。まあで、まあ、仮に7番さんが、まあ、強靭だとして、2囲いはないと思うので、3番さんが白だったら、8番さん狼で、8番さん白だったら3番。あ、時間。8番。のプレイヤーは、まず今回は、5番さんの、ハンター、ルイコさんに、乗っかろうかなって思います。4番さんに投票しようと思います。僕が9番さんに入れたのは、7番さんが、僕に白出ししてくれたので、それで、7番さんを新目に一応見てたので、1番さんが、白出しした9番さんが怪しいんじゃないかなと、身内でどんどん回してたのかなと思ったのが一つありましたが、噛まれてしまったというのでちょっとパニックですね。パニックです。はい。なので、今回は、ハンターである5番さんに乗っかって4番さんに投票したいと思います。投票を始めてください。ありえん、オラじゃないべ。そう、割れちゃった。4番のプレイヤーは発言してください。発言してください。そうですね。1,2,3 今5人いて2浪なら負けか。じゃあそうですね、5番さんを説得するのは難しいかと思うんですけど、8番さんは5番さんに乗っかるってことですり寄ったのかなって思ってます。はい。まあ正直そうですね、3番さんに全く票が集まらなかったっていうのもあるんですけど、まあ、8番さんは黒目だと思います。7番さんに白出しされたから7番さんを死んでみるっていうのは安直すぎると思ってますね。9番さんに投票した理由を隠したいのかなって思います、正直。はい、以上です。8番のプレイヤーは、いや本当に、なんて言ったらいいんですかね、マジで僕が消えたらまずいですって。これは本当に説明できん。もうマジ本当初日以外自信持って発言できません。難しすぎて考えれば考えるほどなんかよくわからなくなってきます。すいません。僕の戦績見ていただけるとわかる通りそういう感じです。まだ3試合目です。そこのところ加味してお願いします。変なことを言う可能性、変なことを言うことも多々あります。本当それは
ぐちゃぐちゃっとしてしまってたら申し訳ない、本当に申し訳ない。ただ俺は生かした方がいい、頼む村の人お願いします。投票を始めてください。頼む。夜が来ました。目を閉じてください。え、どういうことこれ、どういうこと。人狼が2人いるからもうどうやっても割れるってことけど、5人だから割れる。人狼が2人いたとしてもさ、村側勝ってんじゃんこれ。だから5が俺に入れてるわけで、いやけど5揺らいでんもんな。64だよな絶対。で6だろ、6。いやけど6分かんなくて放棄したっていう。朝が来ました。けど分かんねえ分かんねえ。昨夜死んだのは3番。ゲーム終了。人狼の勝ちです。46。46？ 4って最初何だった？ 46 は何もやってないよね、動いてないよね。強靭が7。